ということで、レクチャー4でございます。知性についてですね、えー、今年は、えー、去年と違ってですね、去年のスライドに加えて、えー、人現在進行形の、えー、人工知能革命についてのね、いろんなコメントも、えー、進めていきたいと思っております。えー、ということで、Google、え、が、ー、ですね、非常になんかやっぱり GPT-4 が出てきたことで、いろいろあの、 トラブルにあるということで。で、えっ、ー、と、まあ、なんて言うんでしょうかね。うんまあ、こういうなんかですね、まとめサイトがですね、いろいろ GPT-4 がどういう新しい機能を持っていて、それで、あの、なんて言うんでしょうかね。えー、どういう形で Google のですね、えっ、ー、と、今のビジネス上の優位がですね、 追いびやかされているかというようなことを、えー、まとめてくれてるというんですけれども、えー、地点に戻ります、えー、チャールズ・スピアーマンがですね、今の我々が持っているその、<laughs> 例えば一般的知能とかですね、そういうものの、えー、統計的な解析をしたわけですね、でこの、えー、G ファクターっていう、まあ、これはいわゆる IQ スコアとかそういうものの基礎になってるんですけども、さまざまな能力の共通部分があって、これが G ファクターだということなんですね。 でこの G ファクターのチャールズ・スペアマンの考え方に対して反対したのがゴッドフリー・ヒルトン・トムソンという人で、この、えー、とスペアマンとトムソンの、えー、論争というのが未だに、えー、語り継がれていますで。これ、トムソンの論文からなんですけど、ジェネラル・ビティというのはないですよねというのが彼の主張なんですね。でこれ、未だにいろいろ議論されているところであって、で果たしてそのジェネリックなです、ねえー、とファクターがあるのかないのかということですね。いろ、まあ、んな形でその、まあ、このの フル,フルイットとクリスタライズといわゆる結晶化された、えー、知性というものの違いというのがあるということ、これカテルから言ったんですけども、えー、と要するにです、ねえー、と我々の生涯を考えると、結晶化された既に獲得された知性というのはずっと増え続けているんだけど、えー、フルイットインテリジェンス、えー、と何かその新しい状況に対してそこから学んでいくみたいな知性は、えー、とあるところでピークして落ちていくんじゃないかという考え方があるわけですね。でこのの,この、えー、と論文 はえー、とその2つのつ要、えー、要素があるるるととうを主張しているものなんですすけど要するにスペアマンのように G ファクター1つのファクターがあるんじゃなくて2つの,その能力があるんじゃないかということを言っていてで IQ もその2つの要素があるんじゃないかということを言ってるんですねだからこういう論争というのはいまだにずっと続いているということでございます、えー、とまた IQ の方に戻りますがタ,イムがタイムマガジンが特集したように要するにだからイーロン・マスクなどとかですね今 AI についてすごくいろいろトをしていて で、これ、メイク・オーエル・フィクション・アゲン。これはだから要するに、オーエルが書いて1984のようなですね、えっ、ー、と、まあ、なんて言うんでしょうか、監視、えー、社会か、現実のものではなくて、あくまでもフィクションであるような、えー、ことでやるといいよねってことを言ってるわけですね。で、えっ、ー、と、ツイッターとの関係で言うと,、えー、と、なんか社会的なその、まあ、抵抗運動なんかしてても、それが、あの例えばツイッターのような、 会社によって、えー、広げられてる時にはそれは本当はレジスタンじゃねえよねみたいなね、えー、であの、まあ、イーロン・マスクは Twitter の今、まあ、経営立て直しをしてるんですけど6ヶ月前に比べてどうだったって言ってまあよくなったんじゃねえっていう人が多いっていうふうに、まあ、自画自賛してるわけなんですけど。 知性にはです、ね、社会的な要因もありますでこれは、えーとですね、生まれる順番によって実は、えー、知性が違うと。で IQ でいうと、これ有名なデータなんですけど、第一子よりも第二子が低い、第二子よりも第三子が低いと。でも何らかの理由で、第一子が死亡したなどして家庭内で実質的に第一子になった人は、第二子でも生物学的には第二子でも第一子と同じ IQ になるとで。第三子でも何らかの理由で、えー、と二人の。 えー、うち1人がいない場合だと第2子と同じレベルになって、さらに2人何らかの理由でいなくなると第4と同じレベルになるという非常に有名なデータなんですけども、こういうふうにその社会、生まれつき、遺伝的なことだけじゃなくて、例えば、えー、とか家庭の中での立ち位置とかですね、そういうもので、えー、知性っていうのは変わってくるということが分かってるんですね。で、えー、と面白いことにですね、その日本人は、日本人とかその、まあ、だけじゃなくて、アジア系は、えー まあ、アメリカとかですごくあの、まあ、なんか経済的に、えー、アカデミックに成功してるっていうんですけど IQ で見ると実はあのそれも高いっていうわけではなくてむしろ IQ から期待される、えー、活動よりも高い活動をしてると活躍をしてとだからこれはおそらく、えー、文化的な勤勉だとかそういう文化的なファクターで、えー、アジア系は強いんじゃないかっていう分析なんですよね。 それから左が、えー、と IQ と収入、で右が IQ と総資産なんですけど、このように収入は弱い相関しかなくて、総資産とはほとんど相関がない、だから賢いからってお金が儲かるわけではないということなんですね。でこれ、有名な不倫効果ですけども、あの要するに先進工業諸国の IQ スコアはずっと伸び続けていると、だからこういう環境要因とか、情報環境とかによって変化が起こることもあると。 でえっ、ー、とこのような不倫効果はどう起こるの方まあ例えばじゃあ栄養状態が良くなったとかそういうことも関係するんじゃないかってことなんですけど、えー、発展途上国ではですねある種の性感染症のような特定の疾患が存在しないことが I.Q. が上がることと関係しているってことがわかってるんですねだこのようにだからその、えー、I.Q. ということを通して人間と環境の相互作用がいろいろ見ることができるってことですねでまたあの、えー なんてい,うかいろいろその AI をめぐるですけど、ハッカープロンプト、だからプロンプトエンジニアリングが今、ハッキングの対象になってるということですね。それから、えー、とデータサイズよりもデータクオリティの方がラジナングジーモデルとかのパフォーマンスを説明するではいいんじゃないかということと、シリコンバレーではそのなんかどうやったらあのみんな,なんかこの AI の変化に対応できるのかどうかということでいろんなことを、ね、あのみんなが悩み始めてるということですね。 それから、このハッカーとかコミュニティのです、ね、文化というのもいろいろ変化していってるんですけども、えー、と知性に戻って知性の,その脳変化、脳の活動との関係ということですけどもいわゆる G ファクターと関係する、えー、G ローディというタスクではあっていまして。でその 知性の高いです、ね、人の活動を見ると特徴的なものとしてはタスクに関係なくに、えー、と共通の回路を使う傾向があると。なので、そのえーとまあ、ある種、どんなタスクでもパニックを起こさずに常に、えー、脳が平常心でっていうんですかね、同じような活動でそれに対応すると意外と,その、えー、と IQ というかです、ね、パフォーマンスが高くなる。だからタスクジェニアのコンフィギュレーションが大事だということですね。 知性の、えー、本質を考えるてすごく重要なことだと思うんですけど、えー、ところで,です、ね、その知性が高いからといって、えー、と必ずしもその自分のセルフコミュニケーションが高いってわけでもないわけで、あのーまあ、だからそのいろいろその人間の,です、ね、その自分がじどれくらい自己効力感があるかどうかということとそれからあの IQ が高いということとの間にどういう関係があるのかってこれから必ずしもその一致しないんですよね。 でその生物のですね、進化の,あの過程を見ると、そのえー、と脳化指数というんですかね、エンセファリアイゼーションコーシェントとっていうのと,、えーとまあ、IQ、知性というのが高いということが分かっていて、でこれ結局、の脳のです、ね、解剖学的な進化と、えー、知性の進化というのはどのように、えーえー、関係するかと、特にその骨格ですね頭蓋骨、頭蓋骨の骨格の変化と、そういうなんかその解剖学的な特徴とです、ね、IQ が。えー インテリジェンスがどのように関係するかってことなんかが進化論的には注目されると,ころだということでございます。最近、そのプロンプトエンジニアリングでそのいろんな絵描きをかけるするってことがまあ当たり前になっちゃっててこういう絵を描くというのがある意味当たり前になっちゃってるわけなんですけどでグライムズはあの先週も前回もやりましたけども非常になんていうかですねこういう AI を使うアートに使うということ積極的なんですよね。でまあ本当にここうううういいププロンプトを使ってこういうもの <laughs> なんかも作れるようになってやってててきそのの世界の中であの、まあ、グライムズはグライムズ AI っていうと、まあ、試みをしていてグライムズの声を使ってそのいろんなそのものを作っていいですよっていう、えー、ことになってですねグライムズはあのイーロン・マスクの恋人で最近も、えー、F1 かななんかのレースに一緒に現れたってことでまだお付き合いしてるんだってグライムズはもともとあの、えー、メットギャラに一緒に来たことで有名になったんですけどもでそこからブレイクアップしたって言われてるんですけどだけどあの結局なんかその えとまだお付き合いしてでこのえっ、ー、とミッドジャーニーのなんかこういうなんかもう声もだから我々にとってはこれ常識になってきちゃったんだけどだから難しいですよね。こういうそのものが作れるということがもう常識になってきちゃっててそれを前提に我々どうやってその世界について考えていくかっていうことを考えなくちゃいけない時代になってきてるのかなと思ったりもするんですけどもえっ、ー、とライフヒストリーの理論えっ、ー、とですね要するに AIIQ って基本的になんかその えー、狭い、えー、クラスルームかなんかでどれくらいテストができるかっていうことだと思うんだけどでもそうじゃなくってそのライフスタイルライフヒストリーどうやって生きるかってことを通してインテージェンスを、あのーまあ、理解するっていう考え方もあるわけですねでじゃあインテージェンスがさらに進んだジーニアス天才ってはどういうことかっでこの奇跡の年って言われてるものがあって1543年にはその解剖学とそれから天文学における奇跡の年だったんですけど1666年はそのニュートンの奇跡の年ですよね エイザー・ユドスコフスキーがその、えーとまあ、人工知能をもたらす存在論的な危機についてですねいろいろ言ったんですけどもあのこの、えー、とレスロングブログですねレスロングブログで、えー、といろいろそういうことが議論されていてでこの AGI、えー、汎用知性がうまくいくのかいかないのかみたいな ことについていろんな議論をして、これが非常にだからですね、今、の AI について、それが存在的な危機としてどうなのかということが注目すべき議論がいろいろ行われているところでございます。で、アインシュタインは1905年にその奇跡の年といわれるいくつかの論文を書いたんですけども、これが、えー、と光電効果についての論文ですね、これがブラウンモーション、ブレニアンモーション、ブラウン島ですね、これが、えー、と特措大成理論についての、そしてこれが有名な e コレムシ e m c 事情に関する なんですけども、えーと、こういう奇跡の年があったということですね。ジェネアティブ AI は、あの生成 AI はその数学についてはあんまり弱いとも言われているんですけど、えー、とむしろそのマッキンゼーのような、えー、コンサルティングファームの機能っていうのはその AI はかなり置き換えられるんじゃないかっていうことも最近言われていて。でえー、とこれはですね、えー そのまあ、数学的なトランスフォーマーの能力がどういうものをどれぐらいその解釈が可能で、えー、汎用性もあるのかということについて書いてる論文ですね。ねもし興味があったら読んでください。でえー、と知性のですねあの、まあ、人工知能の研究者っていうのは実はそのナチュラル知性、えー、と自然知能ですね我々が持ってい自然知能にいろんなインスパイアされていてでこれが面白いちょっと。 上が消えちゃったんですが、ボストロムの論文で、えっ、ー、と要するにですね、何がこれからの人工知能のですね、えー、研究で重要なこというと一位がですね、認知科学だっていう考えたんですね。だから認知科学のえっ、ー、と知見がいろいろと AI の研究においてはすごく大事だっていうことを、まあ。 考えてで,す、ね、で、ジョーメダルの権威はアニマルスピリッツってことを言ったわけなんですけども、このアニマルスピリッツっていうのはやっぱり人工知能が今んところ持ってない、特に人工,人工知能ってポジションを持たせることがすごく難しいと言われていて、えー、そこら辺が非常に問題だということですね。こうやってあの早く飛ばしてますけども、もし興味がある人はぜひそこで動画を止めて、ゆっくり見てみてください。で、えっ、ー、とロバート・スコールブが言ってるのは、そのヒューマンと AI が人間を上回るとか、AI 単独ってよりも、AI のあの、 AI と人間がコラボすることが実はすごく重要なんじゃないかってことを言ってるわけですよね。で、あのイスラエルではその AI のサーベイランスがいろいろやってるんだけども、こういうな形でいろんなその、えっと、これ AI をめぐるいろんなコンバーセーションを用意してるんですけど、サム・アルトマンはオープンエアの仕様ですけども、ベンチャーキャピタリストの仕事ってあんまり面白くないよねっていうことを言ってるんですよね。であのまあ、まあ とにかく我々、これから AI を使って、いろいろ宇宙の中に進出していったほうがいいんじゃねとか言って、それからその AI は世界がずっと欲しがってたテクノロジーなんだって、こういった形でそのツイッターを通して、非常になんていうのかな、コンサイスな形で、今、いろんな議論が行われているところですね、これ、有名なクレバーのフーシュの話なんですけど、イーロン・マスクがそのイーロン・タイムってことを言ってて、他人から見たらバカに見えるんだけど、よく考えると賢いのが成功する秘訣だと。 これがククレバーフォーリーシュマトリシトスですよねこういう意味での賢さっていうのはいわゆる正解が素早く分かるってこととも違っていてでその時に重要なのはそのコンバージェント・ダイバージェントのシンキングってことで,で要するにですね一つのことについて正解を見つけるというよりはいろんなことを発想していくダイバージェントシンキングが重要で,で例えばですねブライアン・イーノーはこのオブリック・ストアティジーってカードを出していて例えばそのディスカードのアクション、えー、氷を何か一つ捨ててみようみたいな。 こういうなんかダイバージェントシンキングのです、ね、ヒントになるようなカードを売ってるんですけどもこのですねセマンティックなメモリーのストラクチャーと創造性が関係しているよとかその特に言語におけるその何て言うんですかね拡散思考っていうんでしょうか連想思考っていうんでしょうかそういうことと創造性が関係しているっていう研究ですねこれまた最近のテーマによりますけどこのミッドジャーニーのですねえっ、ー、とラーテンスポーツスペースの色がすごくあるよって話でこれは で、もなえっ、ー、と、まあ、こういうなんかそのジェネラティブ AI、あの、まあ、プラグインなんかもどんどん含めてきて、なんかその、でもこれ、そんなプラグインがどうのこうのとか言ったって別にその意味ねえじゃねえな、なんかだんだなんですね、あの、そういうことをなんか、うん、えー、こういうなんかジョークもですね、ちょっとこれどういう意味なのかちょっと見ていただきたいんですけど、えあ、ー、だから AI についてのえっと、議論も随分なんかその実、実 1> 1週間ごとに、えー、更新されて、変化していってる感じですね。ジェンダーとしてなんですけど、これはあのハーバードのアドミッションで、これ、何回も僕、言ってるんですけど、そのペーパーテストだけでは決めてないよと、で、その、えー、男女の、男女比はたい半々なんですね、だからこれ、要するにアドミッションオフィスでやってるんで、えー、と逆に言うと、男女比が半々になるような、えー、調整ができるってことですね、ペーパーテストだけで決めてるわけじゃないんで。 でこれあの各国のその女性のなんていうか、えー、学生の比率なんですけどもこうジェンダーレーションというか多分東大なんかでも非常になんか問題になっていてもっと女性が増えなくちゃいけないよとさらにそのなんかえっ、ー、とですね平均 iq その、えー、そこのその分野で活躍するためには iq が平均 iq が高くなくちゃいけない iq が高くなくちゃいけないと思えというところでは女性が少ないっていう問題があってですね でこれはすごくなんかまずくてで、えー、特にだからそのこれ最近日本で問題になってるんですけどもあのなんかあの女性があるところからあのチャレンジしなくなっちゃう傾向があるとこれはに日本だけじゃなくてねでそれをどうすればいいのかということについて我々課題と考えなくちゃいけないんですけどやっぱりこういうことってその社会的な役割の違いによってあのなんていうんですかね、えー、脳の 使い方が変わいくると、その使い方によって長い間その男性女性みたいなジェンダーの役割で、えー、使い方ある脳を使い方していると脳のその,皮質の厚さがが変わってきちゃうってことこあるんですよねさらにその、えー、と科学における男性のバイアスっていうのがあって、まあ、この二次螺線構造ジェームス・ワトソンとフランシス・クリックが発見したってことになってるんですけども、えー、実際にデータと取ったのはロザニー・フランクリンで特にフォト51っていうのが問題あの鍵になった、えー、写真なんですよね。 でもロザリン・フランクリンはあのおそらくその X 線から来た影響もあったんでしょうけどがんで死んでしまってですねそのことによって、えー、いなくなったんで、えー、ロザリン・フランクリンはあのノーベル賞をもらえなかったんですけどもだからのワツソンとク,ク,クリックはある、まあ、意味ではロザリン・フランクリンという女性のパイオニアがいたからこそ日蓋線構造を発見できたということが言えますねでミレーバー・マリックですねアインシュタインの最初の妻なんですけど 2人の子供がハンサー・アルバート・アインシュタインなんですがえこの2人はですねかなり共、えー、著者と言っていいぐらいの、えー、コラボをしてたということでだからアインシュタインの1950年の論文は今の、えー、基準から言うとですね共著論文だからアインシュタインは本当は、えー、とミレバーと一緒にノーベル賞を共同受賞しなきゃいけなかったんだけど、えー、そういうことにならなかったと当時はだからその女性が科学をやるってことについては理解がなかったわけですよねで。アンシュタインがその ノベル賞,の賞金を見ればにあげたのは、串しろ料っていう意味もあったんじゃないかとも言われているわけなんですが。で、ちょっとまた AI に関する、えー、いろんな、えー、スーパーインテンジェンスってどういうものだと思うっていうことを言ってて、で、あのーまあのま、えー、ひょっとしたらそのマンハッタンプロジェクトみたいにですね、えー、とまあ管理して集中的にそのスーパーインテンジェンスを、えー、開発するっていうようなアプローチも必要なんじゃねえみたいなことを言ってる人がいます。で あのまあとは言いながら知性の本質は何かっていうと神の問題に近づいていくんですけどその、まあ、否定神学っていうのがあってですね否定神学っていうのは、えー、要するに何か本質は神の本質は言葉では語れないとでこれに関係してそのプラトンが、えー、いろいろ書き残したとされてるんだけどプラトンの本当に言いたかったことは実は書き残されてないんだっていう学問もあるんですね。 だからプラトンが本当に言いたかったことを書いてないことは何なのかってことを推定するっていうそういう学問があるからなんですけども、まあ、スピノドさんはエチカの中でその否定神学を展開して神はあの知性とかあのなんかそういうものではないと。だから知性否定神学的な意味で言うと。 知性というのも、本当はね、ASI とか AGI とかそういうものを開発するときに、知性とはこういうものですっていうものでアプローチするよりは、むしろ知性はこれではないっていう、否定心学的なアプローチでいった方が、ひょっとしたら本質に迫れるのかもしれません。今回の授業はここまででございます。